いろいろ持ってきたよ。うん。クレサーも確か女装補欠なんだっけ。はい。ごめん、宮野の支度明日の放課後でいいか。うんうん。女装？一応女性もののスカートだから。顔映るの嫌だったらこれ持ってていいから。ん？やっぱり恋でもした？触りたいとか。あまりにも髪の毛ボサボサだから。ボサボサになりやすいんです。ごめんごめん、切らないの？顔隠したいんだっけ。赤われることも減ったし。恋ってその人のことが頭から離れなくなるらしいよ。そうですね。さあ、まさかね。下の空き部屋行くぞ。加工もしよう。ん？